youtube 日本語学校単語リピートしてください一次会一次会 原稿原稿。気がつきます気がつきます。 もしもし、田中さん今週の土曜日のコンサートの前に晩ご飯を食べない桜レストランを予約しようと思っているんだけど、どうコンサートが終わった後で食べないコンサートが終わる時間は9時だからお腹が空くと思うよ。そうだね。 リピートしてください。コンサートの後で食事をしましょう。コンサートの後で食事をしましょう。あとでは16課で勉強した手からと同じ意味です。 他形プラス、あとで。辞書形はありません。名詞の後で。手からと他あとでは、ほとんど同じ意味です。映画を見てから食事をしましょう。映画を見た後で食事をしましょう。 これは時間の前後関係を表す場合ですから、どちらもいいです。手を洗ってから食べましょう。手を洗った後で食べましょう。これは手を洗ってから食べましょうがいいです。 手を洗った後ではあまり自然な文ではありません公文のために全文が必要な場合自然なプロセスの時は「手から」の方が自然です練習しましょう。 昨日何をしたんですか買い物をした後でカフェで休みました買い物をした後でカフェで休みましたそうですかいいですね田中さんはいつコーヒーを飲みますか 昼ごはんを食べた後でコーヒーを飲みます。昼ごはんを食べた後でコーヒーを飲みます。私も同じです。毎晩いつ宿題をしますか？私は毎日。 シャワーを浴びた後で宿題をします。私は毎日シャワーを浴びた後で宿題をします。そうですか。今日いつ出かけますか会議の後で出かけます。会議の後で 出かけます。そうですか。わかりました。昨日、ゆり子さんに会いましたかはい。映画を見た後でカフェでおしゃべりをしました。映画を見た後でカフェでおしゃべりをしました。そうですか。 いいですね。練習しましょう。もう一度確認した後で5枚コピーしてください。もう一度確認した後で5枚コピーしてください。はい。 わかりました。一次会の後でカラオケに行きませんか一時会の後でカラオケに行きませんかええ、行きましょう。今日仕事が終わってから、 飲みに行かない仕事が終わった後で恋人に会うんです。そうですか。じゃあ、また今度。いつ忘れ物に気がついたんですか電車を降りた後で、 気がついたんです。電車を降りた後で気がついたんです。そうですか。早く駅の事務所に電話をしてください。先生、授業の後で原稿をチェックしていただけませんか 授業の後で、原稿をチェックしていただけませんかはい、もちろん、いいですよ。ありがとうございます。お客さんに電話した昼休みの後で、電話しようと思っています。昼休みの後で、 電話しようと思っています。わかりました。毎日復習していますかはい。アルバイトから帰った後で復習しています。アルバイトから帰った後で復習しています。そうですか。頑張ってくださいね。 この授業はここまでです。では次の授業で会いましょう。繰り返し何度も練習してくださいね。皆さんは毎日、いつ日本語を勉強しますかチャンネル登録お願いします。いいねボタンもお願いします。